どうも皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、直樹と申します。ネータの軌跡、実況プレイ、続きの方をやっていきたいと思います。前回、第5章、ミトスの真実が、終わりまして、まあ、次、第6章に行きますよというところです。まあ、ちょっと前回、前々回と、急に、話が、進んできてしまったので、まあ、もしこれを初めて見ている方がいらっしゃるとしたら、結構早く感じるんではないのかなと思います。すごい。なんか、理解ができる、追いつける、追いつけないみたいな、結構多分混乱するのかなと思います。私もこれ初めてやった時はちょっと混乱しました。で、要はテラというのは、もともと月が2つあるところだったんですけども、もう一人いた、占い師の方、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの一つの会話の中でもともと月は1個しかなかったという言い伝えがあるという話が実はありまして、実はもう昔は月は1個だった。で、今となっては遠い昔から2個と言われていたその1個がテラであったと。だからそのテラから落ちてきた遺跡というのがこの西島に落ちてくることによって、それがまああれですね、遺跡の落下現象というふうに呼ばれているものになっていったと。そしてその時の星のかけらと呼ばれるものもまた情報としてその時に落ちてきたものであるというふうに一応考えられていますと。で、一緒にいた、シグナ。シグナはもともと行方不明だったのが実は、テラから来た存在であったということ。そして、本当の名はセラムだったと。で、たまたま彼のもう片方、まあ彼はまんまセラムとして来たわけではなく、2つに分かれた状態で片方はシグナとしてこっちに来てしまったと。で、もう片方が、いわゆるゼクスのもとに行っていたという状況ですと。で、クレハは、ずっと寝ていたんだけども、まあ、目が覚めて、ナイサスと知り合ったと。でもゼクスによって意識目的を思い出した今向こう側について今や目的を果たそうとしているというところですね。果たして本当に、それがいいことなのかどうか、まあ、そこに関する真実、彼らが一体どうして向こうでやっているのか、また、彼らが今まで取ってきた行動って、まあ、いくつか、まあ、初めて見るときにあまり気づかないと思うんですけども、言われてみればなんでそんなことみたいな、ちょっとした、やろうと思っている、まあ、本来やるべき、行動というか、まあ、手っ取り早く、本来だったら弱いうちに、ネウタやノイを倒しておいた方が本当は良かったのにもかかわらず、なんであえて倒さなかったのか、そういうところから、なぜ、彼らは今どう思っているのか、っていうのが、この先の章で、だんだん明らかになっていきます。ただ、ともかく、現状なんですけども、那由他としてはずっとノイが喋れないと思っていたのが実は喋ることはできていたと。でもなんで言わなかったのか。そしてゼクストがあの時本当はそっちはノイが望んでいるんだなんて言ったことによって果たして今那由他がどう思っているのか、それが最初の方で話がされると思います。確かそんな内容だった気がする。まあともかく、先に進めていきましょう。数日後、目だ、クレハ、どうして、シグナ、シグナ、というわけで、ここは僕の部屋。ナユタ、大丈夫？また話されてるの？あ、ナユタ、目が覚めたんだ。よかった、もう起きないかと思う。その私、僕は一体。確かヘリオグラートの頂上に登っていって、それで、
出したの。無理しちゃダメなの。姉たら何時に寝るって。そんなこと関係ないよ。早くセラに戻ってシグナとクリハを。だけど今はノエは黙ってて、僕は一人でも。どうしたの、大声なんか出して。で、何をしてるの。まだ寝てないとダメじゃない。っていうか、さっきまで歩くことさまのなんのほうになんで走るんだよ。待ってね、エタ。なんだよこの空、それに島の雰囲気も。とにかく寺に行かなくちゃ。なんですが、実は衝撃によって完全に定員門が壊れてしまいました。どうして。動いてくれ、僕を寺に運んでくれ。シグナとクレハと話をしなくちゃいけないんだよ。ネータ、ノイ、教えてくれ。あの後何があったんだ。私たちは多分クレハ様に助けられたの。クレハ間一髪で魔法をかけてくれたみたいで、そのおかげで無事にこの島にたどり着けたの。でも目が覚めたらこっちの世界でもいろいろな異変が起きてて、定員もいつの間にか繋がらなくなってたの。多分これ以上邪魔が入らないようにされたんだと思う。クレハ様とセラム様に。まだいろいろとわからないことだらけだ。これから僕らの世界に何が起ころうとしているのか、どうしてクレハが僕たちを助けてくれたのか。でももうどうしていいかわからないよ。メータ、第7が紡ぐ道。どう、泣いた。少しは落ち着いたかしら。心配かけてごめん、姉さん。村の様子も随分変わってしまったみたいだね。姉たとノイちゃんが島に流れ着く数日か前に突然変異が起きたの。突然異変が起きたのか。思えばあれが始まりだったわ。二つの月の一つが不気味に欠き始めて、その後空からたくさんの怪奇が降り注いだ。ぬいちゃんに聞いて驚いたわ。あの月は寺だなと思って。あたりの気候もなんだかおかしくなってきて、正直言ってこの1週間ほどは安心して眠っていられなかったわ。私さえこの世界に来なければこんなことには。ねえ、ともシグナもこの島で平和に暮らせてくるはずだって。そんなこと言わないで、ノイちゃん。あなたが来なかったら私は奈落病で命を落としていたはずよ。だからそんなに自分を責めないでちょうだい。だけど、やっぱり二人ともまだ本調子じゃないみたいね。そうね、姉と目を覚ましたことだし、二人で村を散歩してきたらどうかしら。え、お散歩。いつまでも家の中にいても気がめいっちゃうもん。それに、ネイタが目を覚ましたって気づいたら、村のみんなも喜ぶと思うし、ライラちゃんだって心配して毎日来てくれたのよ。そうだね、顔くらいは出しておくべきかも。でもいいの、私と一緒で。いいよ、今は外の空気を吸いたいし。それじゃあ、着替えてきなさいよ。村のみんなによろしくね。で、この格好にしたの忘れてた。ノイは村を出歩いて大丈夫なの。実
を覚ました時に一通りの自己紹介をしても驚かさないように並べて家にいるようにしてはいたけど、そっか、まあ出歩く分には問題なさそうだね。早速行くとしようか。なんかというわけで気分的なもんですが、気分的に絶対重いだろうと思うんであえて軽くしてみました。はい、皆さんが姉様無事でよかった、本当に心配してたんだから。皆さんが、うん、本当にごめんね。しばらくはこの村でお手伝いをしてるからもう心配しないで。父さんとは仲直りしないの。うん、さすがにちょっと顔を合わせづらいようなので、まあまあそのうち。心配させてくれちゃって、私たちも結局あんたたちを待ってる余裕なんてなくて、なんとか戻ってこれたものをずっと心配してたんだから、すいません。でもそちらも無事でよかったです。うん、やっぱりなんだか元気がないみたいね。まあ生きてりゃなんとかなるわよ。しばらくはゆっくり休みなさいよね。はい、というわけでいた牛がちゃんとこっちに逃げ出しててよかったですよね。はあ、どうしたもんだかな。よりによってこんなバカでかい思考が落ちてくるとは。まあジェシカはだいぶ無事だったし、牛舎ならいつでも直せばいいんだ。今はそれより村のことを考えなくちゃな。こいつはちょっと無理や。なんだか外が薄暗いでしょ。おかしな天気は続いているのよね。天気になってから急に植物を買い始めてね。うちの畑の作物はまだ元気でいるけれど、ジェシカの父の手が悪くなっちゃったし、はあ、なんだかいいことは一つもないけど、こんな時こそ頑張らなくちゃね。はい、というわけで次行きましょう。はい、アクエラですね。これがさっき言った昔は星が月が1個しかなかったっていうことを言ってた人です。天より石の塊、石灰っていうのかな、石灰が降り注ぎ、気候が荒れ狂う新社会、そしてこの集落を訪れた小さき者が運びゆく運命は。ダメね、まだ何も見えない。この人、わずかだけど魔法の力が感じられるかも。じゃあこの人の占いは。確かなことは言えないけど、一応注意した方がいいかも。村の腕力がある連中で、なんとか瓦礫を片付けようとしているんだが、やはりびくともせんな、人の手で押しのけるのは無理がありそうだ。時間はかかりそうだが、土で、細かく砕いていくしかないかもしれんな。あんなに綺麗だった青い空や海がこんなことになるなんてね。有名な画家の描いた週末の日みたいな様相だけど、まさかね。なんだか世界がとんでもないことになっちゃったみたいだね。こんなんじゃ今年の芸術コンクールは中止かな。せっかく残され島でいい一撃を来たのにな。がっかりだね。はい、というわけで、はい、ネータ君、もう起き上がっても大丈夫なのね。本当に心配したんだから、バカごめんなさい。あぶあぶ、髪の毛を抜けちゃダメ。コリーはのりちゃんのと気に入ってるみたい。とにかく二人とも今はゆっくり体を休めるのよ。はい、さて、あの子の様子を見に行くとしましょうか。元気にしているといいのですが、大陸にあるお屋敷の方でもひどい被害があって一度実家に戻っていたんです。でも奥様はどうしてももう一度お嬢様の様子を見たいとおっしゃって
こんな時ですが、私もついてまいりました。これらの瓦礫は博物館に激突しなかったのは不幸中の幸いですね。しかし研究者代表としては実に興味深い。これをじっくり調べることがちょっと不謹慎でしたね。すいません、つい。まあね、こういう現象が起きること自体も稀っちゃ稀だから、そういうのを見たいという気持ちはわからなくないんですけどね。まあ時と場合を考えろって言ってしまえばそれまでなんですけど、ここには誰もいないんですが、あれまだいないのかな。ちなみになんですけど、ここに移動してるんですよね。もともとここら辺にあったんですけど、おそらくこいつが降ってきたからここに移動してきたと。そんなにこいつ大事なのかって突っ込みしたい気持ちはあるんですが、まあいいや。はい。まあそれだけ多分大事なものなんでしょう。というわけでこっちに行きましょう。あ、そう、ここで見える姿が大幅に変わってると。2つあった月の1つがあれがテラなの。封印が解かれたことで真の姿を表して、もう姿勢制御も始まってる。再操作のためにずっとあの場所にあったんだよね。この地球を消し去るために。ねえ、だその何も言わないで。もうどうしたってあそこではいけないんだ。僕たちにできることはもう何も。トラッドさんが立ってるし、話を聞いてみようかな。というわけで、あの割れちまった月もすっげえけど、さすがに見飽きちまったしな。新しい石炭系の薄っかな。トラッドの兄ちゃんが入れてくれるかだけどな。入んない方がいいよ。大人はみんな忙しいんだって。ベルつまんない、どっかで遊びたいよ。正体があんなものだったなんて、一体どうすればいいのかな、父さん、母さん。でも、こちらにも被害がなくてよかったですね。じゃあ話を聞きに行きましょう。おお、ネータ、目を覚ましたんだな。いや、よかった。マジで心配したもんね。うん、ごめん、心配しちゃって。なあ、いいってことよ。これでアーサさんも安心できるだろうしな。お、ノイツ、実行妖精さんも一緒か。あんたも元気にしてたかよ。うん、とりあえず体は大丈夫なの。ところで、こんなところで何してるの？あ、この間、落ちた、この間向こうの方に新しく落ちてきた遺跡を見張ってる最中なんだ。見晴らしはいいんだが、ただの高くて危なっかしい場所でよ。でっかい旅行者や子供が入り込まないよう注意してくれないか。ちなみに今オルバスさんが島中を見回ってくれてたな。いや、俺もハイガーとしてもうちょっと頑張らねえとな。あははは。二人ともやっぱり元気ねえみたいだな。ごめん、つい。ああ、いいってことよ。シーラーのやつは行方不明になっちまったみたいだけど、あいつのこつだってそんな気を回らなくても、そのうち絶対戻ってくるさ。だからお前も元気出さなくちゃダメだぜ。うん、ありがとう。じゃあ戻りましょう。ちなみにですけど、この状態でも一応
お店とかを使います。こういうとこですね。大陸にある実家の方にもたくさんの瓦礫が降ったんですって。おばあ様とノーマが急いで戻ってお父様たちの無事を確認したみたいですけど、こういう時家族と離れてると心配になっちゃうわよね。いらっしゃいませ。また来てね。この状況だから連絡船もめったに出ないよね。戦の気配もあるよ。この島にいた方が安全かもしれないな。ミッシーを無事に屋敷に連れ帰るためにも慎重に動かないと。ねえ、ようやく寝てみたようだね。本当によかった。カイドウ先生、島に来てたんですね。ああ、一度は賛成でいいべきだったのが、数日前に君が島に漂着して危機がないという知らせがあってね。各地の混乱とか来てみたら、島中がれきだらけだし、おとぎ話の妖精までいる。なんだか今の状況、自分でも信じられないくらいだ。驚かしてごめんなさいなの。やっんだ、とりあえず君については危険もなさそうだからね。私も若干混乱してはいるが、医者としての仕事をしっかりやらせてもらうつもりだ。ねえ、豚君たちも今はゆっくりと心身を休めるといい。セタス君、君たちと無事に再会できてよかった。あの子が家を出てから全く音沙汰がなかった上に、この辺本当に心配していたんですよ。すいません、おじさん。思った以上にネチクルを連れ回してしまって。いつも帰るようにそれとなく言ってたんですが、あいつもなかなか頑固で。いえいえ、むしろあのおてんば娘の面倒をよく見ていてくれました。元はといえば私との居酒屋で出て行ってしまったんですし、いい機会ですから、あの子がいるうちにいろいろと話してみますよ。についてはある程度ドライに考えていたつもりなんですが、異変が起きて初めて本当に心配していたと気づきました。いい機会ですから、あのここ一緒です。もうこれで戻っていいのかな。オフィチャス、勝手に入り込んでしまい申し訳ありません。ミッションサンプルに出てきたようなですが、彼はどうやら人目につかない場所が好きなようですね。で、これからなんですけど、実はこのミッシーを探すときに彼が常に近くにいるんで見つけやすいっていう。ミッシー、また見つけてしまった。今後は彼が目印になってくるんですっていう意味では、毎週どこにいるか見つけやすくなるんですけどね。おそらくこれで出してみますか。あれ、ネータ、目を覚ましたのか。おう、それに妖精どももいらっしゃるとは。きっとあなた様のご加護のおかげですな。ありがたや、ありがたや。何度も言ったけど、私はそんな大層なものじゃ。やれやれ、うちのじい様は一回信じ込むとこの調子なんだよな。で、そんなことはどうでもいいや。目を覚まして何よりだぜ。母、ありがとう、ルーガス。村長、僕が寝ていた間、村はどんな状況だったんですか？見ての通り、降ってきた遺跡による被害がかなりあってな。幸い怪我人は出なかったものの、撤去作業に時間がかかりそうだ。畑や寮などにも異常気象の影響が出ておる。問題は山積みじゃな。そうですか。僕があのゼクストを止められなかったから。クレハンで結局連れ戻せませんでしたし。エンタ、お主はまだ15歳じゃ、すべてを背負うことはない。あまり気を落とすでないぞ。まあ、今は村全体でなんとかこの事態を乗り切ろうって頑張ってんだ。エンタ、お前も本調子になったら何だって手伝ってもらおうからな。覚悟しろよ、便利屋。あ、分かったよ。妖精殿、しばらくの間、エンタのことは頼みましたぞ。分かったの、どんと任せてほしいの。そうそう、毎年恒例の星祭りの時期だってのにね。
ああ、おばさん、お祭り好きだから楽しみにしてたんだけど、さすがにこんな状況じゃ中止にするしかないかもね。時間はもう25分か。もう多分今日は一通り、もう今日と今回は一通り話を聞くっていう感じやなと思うんですけども。まあまあ、このタイミングでもう食えるんだこいつ。その時来るのこいつ。あれまだ終わらないのかな。あれだ、大事な存在忘れてたわ。クレハじゃねえや、ライラだ。ライラどこにいるんだ。ライラ一応このおじさんにも声かけとくか。お、なんだ、ネータを助けてくれたあの妖精だったか。ああ、驚かしてごめんなさいな。みんなが不安があると思って出歩くのをなるべく控えてたから。いや、こちらこそなかなか慣れずにすまんな。それに申し訳悪いやつには全く見え、もう少し堂々としていいぞい。そうだ、有効な証に今度の新メニューの食でもしていったらどうだ。え、いいの？僕らこれから用事がありますから、ほら行こう。ない、ネイトあんまりいい思い出はないそうです。はい、そしてノイ君もよくぞ来てくれたね。ようやくいろいろと調べさせてくれる気になったかね。そんなことそんなこと言われたんだ。そんなこと決心しないの。もうそんなに嫌わないでくれたまえ。ノイ君が君に島に現れたおかげでいろいろなことが分かってきたのだ。この島で起こる不可思議な現象の答えがね。それってまず謎の瓦礫は大量に降り注いだ件だが、これは島に時々発生する遺跡の落下に酷似している現象といえろう。おそらく同様のものだと考えていいはず。違うかね、ノイ君。うん、その通りなんだ。テラは長い間月としてあの空にあり続けた。それが少しずつ老朽化してこの世界地上に遺跡として落ちてきたんだと思う。そしてそれは星のかけらにも同じことが言えるんだ。あれはミトスの狩りが作り出してテラに保管していたものだから。星のかけらも遺跡と一緒に落ちてきていたんだね。どちらも原因は同じ、テラがあの空にあったからか。うふ、話はまだ終わりではない。実は突き詰めていくとさらに面白いことが分かってきたね。面白いこと？遺跡も星のかけらもこの島に集中的に降り注いでいた。しかし容易たる異世界が上空に存在していたのは、なぜそのような偏りが起こる。確かに残された島に降り注ぐ理由がありそうですね。私もそう考えてね。試しに瓦礫の落下の様子を観測した上で様々なケースを検証してみたのだが、残された島に落ちるという答えにたどり着くためにある条件が必要だったんだよ。すなわちこの世界は休憩であるというね。どうか
ったね、成田君。世界は平面なんではなかったんだ。仮説を証明するにはまだ時間が必要だろうが、これは歴史的な大発見だよ。驚きだけど確かに覚えてる。あれが僕らの世界の本当の姿だ。平面じゃないとは分かって思っていたけど、こんな形は分からない。もう少し僕は驚きのリアクションを期待していたんだが、やはり少し元気がないようだね。ともかく検証結果は今後の落下現象への備えとして大いに役立つに違いない。あの瓦礫の落下によって我が倉庫でもかなり被害が出ているらしい。今はとにかくできることをやらねばな。そうですね、よくわからないけどそっちはよろしく頼むの。一人一人が今やれることをやるしかないか。でもあの門が壊れた今僕にできることなんて。おーい、なえた。ぜいぜい、ちょうどよかった。ノイってのもいたか。どうしたのブーティー、そんな急いで。たぶん大変なんだ。岬に魔獣が出たんだよ。今まで出てたような弱っちい魔獣とは全然違うみたいでさ、ドラッドの兄ちゃんがなんとか俺を逃がしてくれたんだけど、ベルのやつは逃げ遅れちまって。ねえた、行こう、ベルが危ない。で、こいつはまた伸びてると。うん、ドラッドさん大丈夫？あ、ねえたか。実はあんな魔獣が出るなんて。魔獣はベルはどこに行ったの？奥の席だ。ストローに駆けつけてきたライラーと一緒に追い込まれちまって。ライラーの、あそこは海の真ん中だ。あのままだ。うん、ブラッドは気を失ったような。ブラッドさん待って、二人は必ず僕らの名前を助ける。そこは、うん。で、ここで後ろに行くんですが、一旦ここで、セブンできるんで、一旦ここで切りたいと思います。
次回はそのラジオクラッシュに行きたいと思います。ここまでご覧くださいましてありがとうございました。よろしくお願いします。ご覧ください。それでは。